ヤブとヤブチャンネルの J とおようねです。登録者1000人突破ありがとうございます。ありがとうございます。もうねすでに2000名を突破しているんですけれども、うんうんうん、1000人記念で質問を募集しました。たくさんの質問をしていただいておりましたので100個ぐらいある、ね、いただいた質問に回答をしていきたいと思います。でこちらの質問回答はですね、時間順で、残していただいた順で、なるべく回答いたします。で結構ね、重なってるというか同じ内容であるやつもありますけど、うん、なるべく全部のご質問に答えていきたいと思います。てか本当に全部に答えていくつもりなんで長くなりますけど飽きずに見てください。じゃあまず1番目の質問いきます。これ結構ね疑問に思ってる方いらっしゃるだろうなっていう予想はありました、うん、はい。チャンネル名のヨブとヨボの由来は何ですか。まあ、ヨボっていうのは韓国語のね、うん、あなたっていう意味、ダーリン、です、ダーリンの意味ですね、うん、ヨボ、うん、でヨブはアラジンを2人で見に行った時、アラジンと一緒に活動してる相棒活動アラジンのその猿がアブーじゃないですか、名前がね。そうで猿に似てるし、うん、この人アブー見てたらね、あ、ヨボにそっくりとか言って映画中に言い出してそっからなんか流行りでね、その時アブーって呼ばれてた。そうそうそう、アブーって呼んでってね。そしたらそれがヨブーになったんだよね、うんうん、そっからヨブとヨボになりました。なりました、うん。まあ、普段はお互いのことをヨボーとかヨブーとか呼んでますね、うん、そうです、うん、ということです。はいはい、じゃあ次はこの質問です。はい、格闘技をしているんですか。そうなんですよ、今はもう現役をやめましたけれども、だいたいそうですね、30歳ぐらいまで。何の競技かっていうと空手道ですね。かっこいい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 よね、空手ね。そうで、肩と組手とかってよくなんか肩ですかとか言われるんですよ、うん、私結構そんながっちりしてるわけじゃないしね、うん、なんだけど、ガンガンに組手の選手でした。肩ももちろんやってましたけど、うん、どちらかというとあの組手の方でやってました。次、いつ頃同棲を好きなんだと自覚しましたか。で、ヨボタンは私5歳ぐらいかな、うん、はっきり分かったのは、うんうんうん、私はどうなんだろう、中学の時からかもしれない。初めては中学の時かもしれない。うん、そもそもなんか恋愛感情とかがなかったんだよね、全く。ちっちゃい時はね、そうなんかあのこの方ね、ピュアな感じっていうか、なんだろう、純真な方なんでね、イノセント、うん、恋愛のことを気づくのがちょっと遅かったから。そうですね、うん、愛とかそういう好きっていうのを気づくのはとっても遅かったですね、うん、でもなんか女性のグラビアを見て興奮したのがあるらしい。そうそう、なんかうちの実家のポストみたいなところにね、誰かがエロ本、アメリカのそういうプレイボーイみたいなエロ本を誰かが入れといたんよ。でそれをお父さんが取って、なんかこっそりこのテレビの下のところになんか入れといたんだけど、それを見つけちゃって出して読んだんよ。でめっちゃもうドキドキが止まらなくて、やばいみたいな感じで、もう何回も読み返したんよね。それが女性の裸のページ。そう、女性の裸のページ、もう全脱ぎよ。水着とかじゃなくて全脱ぎよ。ヌード。のヌード、ヌード。見て、うん、ドキドキした。ドキドキした。ね。そう。私は逆にそういうのなかったかな。うん。うん、なんか女性の体には興味なかった。うん、美しい。こうなんかこうね。まあエロいってことですよね。うん、これも多かったですね。この質問も多かった。どういうお仕事しているんですか。っていうことですね。まあ J さんはね、以前紹介しましたけど、ね、まあ主に、日刊の翻訳ですね。翻訳。主には日刊の韓日日韓両方なんですけどの翻訳をしておりまして、会議とかの通訳とかをしております。うん、で同時通訳です。同時通訳なんですよ、はい、本当に。そうです。喋ってるところからずっと同時に訳していくから、ね、めちゃくちゃ。で私は今年の1月からは開発系の技術職をやっております、うん、以前の動画でね、会社帰りですよっていう風に言ってましたけど、私は会社には行ってるんですけど、一応個人事業主として、
働いています。まあ、ちょっと特殊な仕事なんで自宅ではできずにですね、特殊な機材が必要になるので、その会社さんの方ですね、クライアントの方に出向いて、そこで仕事をして帰ってくるっていう契約を今はしています。うん、はい。という感じです。はい。次、これも、これもめっちゃ多かったね。一番多いかもしれないね。一番多いです、これ多分。確信に迫るやつですね。ね、で、私たちの年なんですが、うん、ツイッターでも言ってますし、前の動画でももうちらっと出してはいるんですけど、うん、私は、アラサーになります。うん、はい。私は、これヒントっていうか、まあ、名言をちょっとしたくないんですけど、うん、あんまりね。年の差はいくつですかっていうのも結構あったんで、年の差は。9歳です。9歳。9歳違います。はい。ということは私が何歳かなっていうのはご想像にお任せいたします。はい、うん、この人本当に童顔なんでね、私がちょっとね年がね結構老眼なんで老眼めっかよ。まあ釣り合ってるっていうか、この人がもう、うん、とても童顔で、私がちょっと童顔で、こう、均衡が取れてるんじゃないかなって思います。うん、そんな変わんないぐらいだと思われたり、逆にこっちが年上だって思われてる時もあるよね。そう、そう、うん、ね。意外とね、年打った時も、あ、結構若いんだ、みたいな感じで反応されて、私の場合は年齢言った時に絶句の顔されます。え？みたいな。って感じです。はい、では次、韓国のセクマイについて教えてくださいという質問があったんですけど、うん、これはまあ別撮りでちょっと話が長くなりそうなので、うんうん、話していきたいと思います、うん、はい、そして J ちゃんはカミングアウトされていますかっていう質問なんですが、周りにはね、友達とか、うん、周りにはカミングアウトしております。会社にもしてますよ。うん、会社にもしております。あと家族の場合はどうですか。家族の場合はお母さんにはカミングアウトしました、うん、でお父さんは、お母さんがお父さんにカミングアウトしたら本当にお父さんが自殺するかもしれないって言ってたから、まだ、まだ内緒にしてます。いずれかしたいんですけど、ちょっとそこはね、悩ましいところはありますね。結構韓国の中でもこの J さんの地元は結構保守的な方なんです、うん、保守派なんだよね、うん、だからやっぱりちょっとこういう話題というのはまだ難しいのかもしれない。そうですね、うん、次はまあそうですね、うん、J さんが日本語を勉強したきっかけは何ですかっていう、これも結構質問多かったんですね。はい、うん、きっかけは学校で日本語の授業があったんですよ。あ、そうなんだ。そう、で高校生の時に韓国はそのセンター受験みたいなやつで、うん、第二外国語っていう科目があって、うんうんうん、そこでいろんな、まあ、中国語とかドイツ語とか日本語とかっていうのを選択できるんですよね、うんうん、で学校で高校の時に、うん、そういう第二外国語の授業があって、うちの学校はもう強制的に日本語でしたね。あ、そうなんだ。はい、それは知らなかった。そう、高校生の時に学校で強制的に勉強させられたみたいな感じですね。なるほどね。それと、お嫁さんはどこの国家にどれくらい住んでたんですか。うん、あ、私は、外国に暮らしてたっていうふうにちょっとね昔、うん、の動画で言ってたんですけど、フィリピン共和国の、うん、セブ州、うん、マクタン島という島に住んでおりました。はい、で今ねセブ島とかって結構みんなの中でも有名になってるかと思いますけれどもね、うんうん、そのセブ島に約3年間ですね、暮らしておりました。じゃあ、結構ねたくさんの数いただいているんですけど、うん、まあ、Jさんが日本に行こうと思ったきっかけ、うん、ね、うん、そうですね、親戚が東京に住んでおりまして、でそこに遊びに行くみたいな感覚で最初、うん、東京の方に行ったんですよね、うんうんうん、で渋谷のスクランブル交差点を見て、私田舎っぺなんですよ、うん、人がめちゃくちゃ多いじゃないですか、都会だし、うん、あ、ここすごい素敵って思っちゃったんですね、うん、まあ、そういう思い出から、あ、本当にこう東京に住みたいなと思って、うん、憧れ、憧れだね、うん、憧れで住み着いちゃいましたね、うんうん、はい、定着した理由、まあその当時は韓国より日本の方がなんか食がいっぱいありそうで、うん、なんか先進国のそういうイメージが
あったので、うん、まあ、なんかこっちに東京に住んでた方がいいんじゃないのかみたいな感じで思ったので、まあ、定着しちゃったパターンですね、うんうん、かもしれないね、うんうん、文化の違いによった、喧嘩とかありますかみたいな感じです、うんうん、で私たち2人ではないんですよね、うん、ないんですけど、まあ、前の方々とは、まあ、喧嘩したりとか文化の違いでご飯が、ね、ご飯で喧嘩したりとか、うん、まあ、そういうのはありましたね、うん、あ、辛いもの食べれないとかね。そうですね。うん、なるほど、はい。日本の LGBT 文化は韓国に比べて開放的ですか？はい。うん、だと思います。日本は、うん、結構かなり韓国よりオープンだと思います。お互いに出会う前の理想を教えてください。私はやっぱ顔、目が大きくて、鼻が高くて、顔がちっちゃくて、ね。完璧。私はなんかでもガッチリしてる人が好きなんですよ、うん、あのガッチリっていうか大きい人、うんうん、なんかちっちゃい人はちょっとねそんなになんか自分が多分細身だしね、うんうん、なんかちっちゃい感じなんでないものねだりかな、うん、背が高くて、体格が良くてぐらいかな。なんかあんまりでもなかった理想とか、うんね、分かんなかった、うん、あ、東京はパートナーシップ登録が可能であるというふうに聞いたけどって、うん、未来の計画はありますかって、まあ、これ韓国の方からの質問なんだけどね、うん、今は東京だけじゃなくて日本のいろんなところでパートナーシップが、適用されています。そうです、うん、福岡市もあります。そうですね、うん、将来はね、まあ、またこれもね詳しく説明する時があるかと思いますが、はい、私たちはパートナーシップを結ぼうと考えております、はい、本当はね結婚したいけどね、うーん、なんで結婚ができないんだろうって不思議ね、まあ、この私たちのね YouTube の活動もその活動の一環ですもんね、はい、YouTube の編集はお二人の中で誰がされてるんですか、うん、これも結構多かった ね、 ね、すごい。他の動画でも編集がいいとか面白いかわいいって言ってますけど、はい、編集は全部J さんがやってます。はい、私がやっております。最初から最後まで全部やってます。字幕もつけてるのも J さんです。好きなんだよね。はい、あのこの人はガジェット系、言ったらパソコンとか携帯とか、まあ、のゲーム機とか、うんうん、カメラとか、うん、そういうのが大好きなんですよ。はい、そうです。めちゃくちゃ詳しい。東京レインボーパレードへの、参加予定はありますかって、まあ、ちょっとまだわかんないけど、うん、まあ、おそらく今年の九州レインボーパレードには、うん、参加しようと思ってます。行きたいと思います。で、九州でデートするのはどこがおすすめですか？どうなんだろう、まあ、もう観光するの福岡やね。福岡一番いいんじゃない？ご飯食べるの、うん、めっちゃ美味しい。ご飯が本当に美味しい。これはもう本当最高だよね、うん、うん、うん、ご飯食いしん坊の人はやっぱり福岡がいいかな。福岡おすすめです。おすすめです、はい、私たちも福岡グルメ紹介していきたいと思います。ペヤングの激辛味みたいなやつ。極激辛、うんうん、まあ、食べれますか？わからない。まだ食べたことがないんで、うん、食べてみたいと思います。今度機会があれば食べたら報告します。はい、うん、付き合っていく上での2人だけのルールってありますか？特にはないけど、うん、連絡。あ、連絡だね、うんうん、なんかあのこの人が朝出勤するときに家を出ます、うん、あと会社着きましたの連絡必ずってほしいって言ってしていただいてます、うん、そうだね。で、私も終わったら終わったよって、うん、残業だよとかね、うん、基本的な連絡っていうのはしてくださいっていうふうにはなってます、うん、はい、あとはないね、ほとんど。あとはない、うん、ルールはないです、うん、はい、Jさん、日本の好きなとこはどこですか？サービスがいいところです、うん、接客もみんな親切だし、うんうん、で、あとトイレが綺麗なところ、うん、多分世界一綺麗かも。そう、韓国もだいぶ綺麗になったと思うんですけどね。でも日本は本当に綺麗、うん、はい。およねさんは韓国に行かれたことありますか？うん、あります。この間行きましたね。ね、また行きたい、うん、学生のうちにやっとけばよかったなと思ったことを教えてください。ありますか？うん、あります、うん、アメリカ留学行けばよかった。うーん、アメリカって言えば英語圏、うんうんうん、うん、で、あとはそうだね、うん、思い切って休学すればよかったかなって感じ。うん、うん、そうだね、うん、
私はそんなにめちゃくちゃはないけど、もっとなんか世間のこと知ってればよかったかなっていうふうには思います、うんうん、とても田舎でね、私の両親もあのすごい田舎でずっと暮らしてるような人だから、うん、世間のことがあんまり分かんなくて、うんうん、だからもうちょっといろんな情報が欲しかったかなっていうふうに思います、うん、進路に関することとかね、ね、うん、今まで一番後悔したことは何ですか。後悔したことか、これもでもやっぱりそことつながるかも、私の場合は。そう、私も、うん、やっぱワーホリができるときに、ワーホリを使っていろんな国に行きたかった。そう。うん。ね。かな。まあその時はちょっと怖かったし、お金もなかったしな。そうそうそう。なんか、うん。お金の問題なんだよね、大体がね、うん。うん。で、私も同じくちょっと外国に行けばよかったって。いや、来てる来てる。ここはあなた外国やと思う。あ、ほんまや。母国みたいな。私なんか海外行きたいとか言うんですよ。だから、いや、今海外来てるけどね、実は。あ、そっか、みたいな。あるよね。そうそうそう。だから、英語圏に行きたかった。うんうんうん。英語圏に行っとけばよかったかなっていうのはあります、うん。そうだね。英語の勉強しとけばよかったっていつも言ってるから。うん、そう、家族や親戚に付き合ってること言ってますかって、受け入れてくれましたかっていうことなんですけど、うん、もう私は、もうカミングアウトは結構早い段階でやってます。20歳の時にカミングアウトしました。うん、ので、私がレズビアンということは、受け入れて、くれています。うんうん、ね。うん。で、じいさんはさっきね、言ったけど、ね、お母さんには、言っちゃって、うん、お父さんにはまだ内緒。はい。私は家族みんな知ってて、弟と兄がいるんですけど、兄の家族にも、J さん会ってもらってますし、弟の家族ともね、うん、仲良く会ったことももちろんありますし、うん、みんな受け入れてくれてます。はい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 。付き合ってどのくらい経ちますか ?461 日目になります。まあ、1年ちょっとぐらいかな、って感じですね。あとは、現在一緒に暮らしてますか?この質問も多かったけどね。はい。今一緒に暮らしてます。同棲してます。同棲してます。はい、韓国国内で日本のなんか2丁目のようなとこありますか？はい、あります、うん、ソウルの方にあるんですけど、チョンノとかイテウォンとかホンデとかにあります、うん、はい、でホンデはちょっと店がいろんなところに散りばめられた感じで、レズビアンのお店が多いです、うん、ゲイのところはイテウォンとチョンノにあります、うん、2人の描く理想の将来像、まあ仲良く一緒に年を取っていければいいかな、うん、ね、うん、そう思います。今のまんまで、うん、いつまでも仲良く、うんうん、まあ、できれば日本にいたい気持ちもあるけど、うん、まあ、もしかしたら外国で暮らすかもしれない。そうですね、そういうのありますね、はい、うん、仕事さえあれば外国で暮らしたいって私はちょっと思ってます。あと韓国とかに一緒に行って暮らしてみたいなっていうのはあります、うん、韓国にも暮らしたい。そう、うん、寒いけど、うん、福岡在住ですけど、会ったら声をかけてもいいですか？もう全然いいですよ。はい、あ、うん。声かけてください。全然いいです。お願いします。うん、はい、J さんの家族に私を紹介したことありますか、うん、っていう質問ですけど。そうですね。まだ直接なんか会ったりとかしたことないんで、そんな紹介とかはできてないと思うんですけど、うん、でも一緒に住んでるよっていう話はもう両親知っておりますし、うん、もうなんかお母さんには付き合ってるっていうことも言っておりますし、写真も見せておりますので紹介はしたかな、うんうん、お父さんも一応私の存在も知ってるしね。そうそうそう、顔も知ってるし、うん、オンニーって呼ばれてます。オンニーです、うん、Jさんがお酒をやめたきっかけについて、あの泥酔事件がきっかけですか？でもないか、まあ、うん、そうでもないんですけど、やっぱりちょっとお酒を飲み出して、ちょっとあまりにも飲みすぎてきつくなったり、体がもうきつくなったんですよね、うん、でこの人のためにでもお酒やめようと思ったのでやめただけです。そうだね、うん、なんかやっぱりほんと暇だからっていうかね、うん、なんか時間があるから飲んでたっていうのはあるかも、ね、そう、うん、あと寂しくて飲んだのもあったかもね、うん、うん、そうだね。でも飲まなくても平気になりました。はい、お互いの好きなところを聞きたいです、うんうんうん、はい、お互いの好きなところ教えてください。いいところ、ソロでしょ、じゃあお互いの好きなところは、私は全部私は全部、うん、ですね。ね、でも本当にこれ嘘じゃなくて、うん、本当に全部なんでしょ。だいぶだいぶ大好き、うんうん、本当にだよね。ちょっと Q がこうでしょ、うん、
今日下手だな。